おはようございます。おはよう。どうもお疲れ様です。昨日税金支払いに行ってきました。手元に残ってるお金がもうほんのわずかです。いつまで僕はこの税金地獄のサークルから抜け出せるんでしょうか。教えてください。僕はもう税金なんて払いたくないです。税金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 、いつになったらこのループから抜け出せるんですか。あまりこんなことを言いたくはないですが、逃げ出したい、そんな思いで一日を過ごしてます。なので毎日が毎日が眠れません。おはよう。そんな大輝です。おはようございます。おはよう、寝れないよ。毎日が税金の話ばっかだからさ。中虫が目の前に。お金なくなった。昨日の支払い60万してきたよ。これマジでね、みんなが思ってるほどお金稼げてないから、だからもうほんとギリギリだわ。綱渡り状態。この紐がプチンってちぎれた時に、俺もうほんとに何かしでかすかもしんないわ。予告しとくわ。そうなった時はみんなさ、今までありがとうね。なんかめっちゃ虫いるわ、小林みたいな。めっちゃめっちゃ小林いる。なんなんこれ。やばいよ。ブン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 虫がさ、俺の目の前通るんだよ、これ。臭いとかそんなんじゃないよ。そんなレベルじゃないよ。光に集まってくる小林いるじゃん。今そんな感じ。もう目の前に虫をバーってめっちゃいる。これ何、これ、やばすぎる。え、それなの、それ。俺失明するの大丈夫？え、マジ？ちょっとやばいね、それは。ちょっと普通の小映えだと思うんだけど、まあどうでもいいや。まあとりあえずさ、今日も炎上ニュースやっていきます。はい。だから皆さんさ、付き合ってくださいね。今日は、とある配信者たちの暴露祭り、いろんな暴露があったそうです。はい、でやっていきます。ふわっち大炎上ニュースやっていくんでね、よろしくお願いします。おはようございます。ふわっちニュースキャスターのほもりです。この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな？昨日何が起きたの？それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので、でやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。まず一つ目のニュースから、これはびっくりしました。はい、ふわっち社会的ニュースです。社会的ニュースとは、社会に影響を与えたニュースを私がピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。2つほどしかないんですが、あまりにも強烈なので閲覧注意でお願いします。つまらん、お前の方がつまらんか、ブロックね。二度と来なくていいです。消えろ。邪魔なんだよ。見に来なくていいって、俺の枠に。つまらん枠に来んな。今日は機嫌が悪いんでね。とことんね、あのふざけたやつをブロック入れていくんで。カスは NG です。じゃあまず一つ目のニュースがこれですね。これはびっくりしました。はい。なんとですね、動画投稿サイトでオンラインカジノの宣伝勧誘した、賭博の手助けをした疑いで女34歳逮捕。運営元と契約し勧誘での逮捕は全国初ということで逮捕されました。オンラインカジノっていうあのサイトがあるんですよ。はい。そのサイトに対して YouTube の方で動画を上げていたと。その YouTube で動画を上げていて、そのリンク先をね、公開して、そこからお客さんを舞い込まさせて、30% のね、負け額をもらっていたことが判明したそうです。その運営とその女性の方が契約してね、はい、その結果逮捕ということ、全国初逮捕ということです。俺契約してないんだけどな、なんか勘違いしてるけど、あのな、契約ね、これ、全然俺じゃないです、はい、一応このこんな顔してます。カジノ宣伝女を逮捕。運営元とアフレート契約を結び、賭博客の負け金の約 30% を受け取るということです。え？これめちゃくちゃさ、めっちゃボロい商売じゃない？ねえ。負け額 30% ってやばくない？ 1000 万使ったら300万もらえるってこと？めちゃくちゃいいじゃん。これがしかも一生涯でしょ？そらお前宣伝するよね。負けるの前提？いや、カジノなんてどうせ負けるでしょ。そもそもサプリ君もなんか契約してたっていう噂もあるしね。あの、昔一時オンラインカジノふわっち配信で流行ってたじゃん。ね。だから契約してるとかしてないとかいっぱいいるんじゃない？ね。勝ったこと、勝ってることもあるの？サプリのやり方おかしかったよね。サプリ君はどうなの？契約してんのかね、あれ。わからんけど、サプリ君最近やってる？いや、あの、オンラインカジノはみんなやってるよ。ね。だからもう、ダメですよって言われた瞬間にもうみんなパッてやめたでしょ。その中でまだやってたんでしょ、この女が。はい。賭博の麻雀のメンバーにパルちゃんがいたの、驚いた？もう賭博の麻雀にパルちゃんがいても何も不思議じゃないです。いいですか？麻雀卓俺います。賭博はしてないけど。一時驚くな。もうね、周知の事実だから。どうでもいいんだよ、そんな話は。OK？賭博はしてないけど、麻雀卓は絶対俺にいるから。麻雀にいない俺はいない。いい？麻雀必ずいる俺は。
でいちいち言うな、はい、どうでもいい。あのな、もうしんどい、めんどくさい、もう、麻雀でパルちゃん賭博してるって言われてるよって、あのさ、気持ち悪いのがさ、なんか俺はやってないんだけど、自分で賭博しててその仲間を売るようなカスは嫌いだね。はっきり言うけど、だからやらんでよ。配信者っていうのはなんで仲間を売るんだろうね。気色悪くてやばいよ、俺普通に考えて。友達だーとか仲間だーとか言ってて、それで仲間を売れるその神経がわからないね。うん、間違いないよ。だからそれを擁護してるやつはもうキモいしね、普通に。だからまあ仲間や友達じゃなかったってことじゃない。やっていたら気にしない。いや、俺の名前使って賭博してたっつったら気にするでしょ、普通に。イラつくでしょ、してないものをしてるって言われたら。俺だってね、人間ですよ。言われてもないことをね、言われたらブチギレるでしょ。してないって言ってんの、しつこいな。で、もう賭博してるとか言ってるやつは捕まえてほしいね。うん。お灸を据えてほしい。普通に。だから、暴露したらいいぜみたいな感じでね、なってるやつ嫌いだね、もう本当に。だから全然もう俺がさ、何かをやってたって言ってくださいよ。その代わり徹底的にお前潰してやるからな、お前。おー。ボロクソに言ってやるよ、お前。な。もうカツは引っ込んだろ、本当に。じゃあ次のニュースいき、言います。次が赤ちゃん殺したそうです。ゴミだね。見てください、赤ちゃん殺した人間の顔。こんなことをしたらしいですよ。なんでこんなことができるんだろうね。邪魔だった趣旨の供述か、生後間もない赤ちゃん殺意の疑いで逮捕の男。茨城県、上総市のアパートで生後間もない赤ちゃんが浴槽に沈められるなどして殺害された事件で、逮捕された男が邪魔だったという趣旨の供述をしていることが捜査関係者の取材で、新たに分かりましたと。赤ちゃん殺したやつの顔です、こいつが。こういうやつは早く捕まって死刑になれよ。なあ、見ろよ。てか子供、もうめっちゃ虫いるわ。ありえない。こういう顔見かけたらみんな通報でいいよ、もう。まあ通報は良くないけど、まあこういう顔見かけて不審な行動してたら警察に通報して。危ないから。わかるかな、ちょっと。あのね、こういうさ、なんかもう自分にだらしない顔してそうな顔してんじゃん、こいつ。ね。だから、なんか、可愛いものに対してもいいね。こうなんか、自分が可愛がられてないと思って、八つ当たりしちゃうんだろうね。だから嫌いなんだよね、デブは。デブはとっとと痩せろ。な。あの、養分さんも言ってました。ふわちかんだけど。これですね。パルちゃんさ、あれ以上太ったら病気になるで。160kg 以上あるんだから、去年できたことができなくなったんだから、危機感持たないとな、死んじゃうで。
痩せようと思ったら痩せれないんじゃないの、ただ本人が痩せる気ないでしょ、田崎プロは、と書かれてる。そんなことないよ。俺は痩せようと思ったら痩せれるんだけど、やろうという努力をしてないんだよ。それなぜかっていうと、もう俺は疲れた人生に。だから、まあ言ってしまう一種の自傷行為だね。自分の体を傷つけてるんだよ。ご飯食うことによって。それがとてつもなく気持ちいいんだよね。だから、要分ね、痩せようとしてないだけだから、本気出せば痩せれるからね。うん。ほら、痛いの、つけたりとかさ、そういうの怖いし、薬の OD とか。だから俺は食事の OD してるんだよ。食事の OD。で、それで今、ブクブク太ってるだけ。163キロ。でさ、最近自分の全体の写真を見たんだよ。マジで、デブ、うん。びっくりしたね。あの体型、俺さ、もうなんか、自分が痩せてるかなと思ってたんだけど、もうあまりにもデブすぎてやばいわ。うん、本当に大デブ。デブやないの？いや、本当にデブだよ。まあそういうことでね、まあふわっち社会的ニュースでした。じゃあこっから炎上ニュースやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。はい、よろしく。じゃあまず一つ目のニュースから。梅雨のことは取り上げるのかな？梅雨のことはもう取り上げたけど昨日。なんか他にもあった？ね、賭博麻雀してました。ね、それ以外なんかあったっけ？見てないんだね、昨日のやつ。見とけよ、カス。じゃあ次、ニュースいきますね。まず一つ目のニュースから。皆さん、状態として大丈夫ですか？アンドロイドのふわっちがね、アイテム買えないという状態が起きているそうです。はい、今日イベントの日なんでね。皆さん買えません？買えないそうです、今。現在、Android アプリからのアイテムが購入できない事象が発生しております。所持しているアイテム利用には問題ございませんと。原因調査中ですが、お急ぎの方はウェブからの購入をお願いいたします。ウェブからのアイテム購入はこちらと。ご迷惑かおかげ申し訳ございませんが、復旧までしばらくお待ちくださいと。いうことです。いってらっしゃい。ってことでね、Android のアイテムが買えません。で、今日はイベント最終日なの？ちなみに聞くけど。最終日？あ、最終日なんだ。だから、これ Android 勢は買えなくて、今日ちょっとイベントの最終日にね、影響あるかもしれないね。アンドロイド変える？え、ちょ、一回投げてみてよ。アンドロイドの人。俺に。アイテム。ちょこっと投げてみてよ。セージの真似？いや、セージ見てないんだけど、今日。うん、飛ばないじゃん、これ。じゃ、カスばっかか、これ。俺には飛ばないわ、これ。まあ、そういうことですね。はい。まあ、ウェブでね、あの、買ってください。ああ、いいね、ありがとう！投げるとね、これね。ありがとうございます。じゃあ、次のニュースいきますね。はい。次が、中ちゃんですね。はい。中ちゃんが
激おこです。どれだっけ、これか。アンチを訴えるそうです。理由としては、化粧品の、ね、着払いが家に届いたそうです。これアンチの仕業だということで、雑談たぬきを含め、ね、開示請求をすることを宣言しました。はい。なんでね、そのいたずらするんだろうね。アンチはやめてあげてよ。で、中ちゃんに何化粧品送ったの、これ絶対使わないじゃん。ねえ。中ちゃんがかわいそうだろ。奥さんにあげたってこと？奥さんがこっそり買って着払いになってるだけ？じゃあ中ちゃんに電話します、ちょっと。あ、中ちゃん、お疲れ。お疲れ様です。はい。あの、ちょっと俺悲しかったのが、6月23日、はい、中ちゃん晩なの？で既読スルーされてる最後の LINE なんだけど。そう、あの、その次の日気づいて、うん、あ、やべ、次の日気づいちゃったわと思って、晩解除になってから気づいた。あ、そうなの？そう、嫌いなんでしょ？いや、嫌いじゃないよ、まるちゃん。どうせ暴露でもするんでしょ？暴露なんか誰のも持ってないんだけど。中ちゃん、俺の暴露でもするんでしょ？あるじゃん、暴露あるの？なんか俺、俺はたくさんあるよ、暴露なんて。あんの？でも俺は言わないよ。だって、うん、そんな、ね、成り下がりたくないもん、人間として。そうだよね。うん。あの、暴露するやつはね、もう新人としてね、信用ならないし、もう一人で配信やっとけだよ、これ。うん、違う、中ちゃん、ね。人のネタじゃない。で、あ、人、いや、バレちゃん、バレちゃんも人のネタだ。これでも炎上ニュースだからね。もう出てる内容じゃん。でも人を落とし入れて閲覧稼ごうとかしてるやつは嫌いだね、はっきり言うけど。そうだよね、ゴミカスだよこれ。で、中ちゃん聞きたいんだけど、アンチのこれね、なんかあの開示請求するんだって。そう。え、なんで開示請求するの？いや、もう最近、うん、あの、俺のことだったらいいんだけど、雑談たぬきもひどいし、あの家族のこととかね、うん、あのリスナーさんのこと書いてあったりとか、うん、それもやろうかなと思ってたと、あとは最近、あの3週間ぐらい前に、うん、朝起こされたんだよ、嫁に、うん、風俗から電話かかってきてるよって。え、やっちゃったね。やっちゃったとかじゃないんだよ、パンちゃん。やっちゃったね。え、どういうこと？違うって、うん、それでそこに電話したんだよ、うん、そしたら、あ、どうも中山様、本日11時からムムちゃん予約入ってますが。やっちゃったね、中山。ムムちゃんなんて推しじゃん。推しじゃないよ、絶対。あの、ネット検索見たら、うん、タイプ違かった、パンちゃん、俺の。え、で、それで中山が頼んだの？頼んでないよ。あ、頼んでないんだ。完全に嘘なんだね。うん。そう、それで、まあ、ネットで予約、これ電話番号、電話で予約されたんですかみたいなこと聞いたと思うんでね。そしたら、はいはいはい。そうです、みたいな。うん、なんか、俺の、この番号でしたっつったら、この番号じゃないです、みたいなこと言ってて。はい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 。俺予約してないですよ、つってなって、まあ結局、あ、じゃあ、アンチがやったってこと？そう。で、それで3日前、4日前かな。パルシステムが家に来たんだよ。うん、パルシステム？うん。それはあの、カーナビのやつ？いや、なんか訪問ってか、訪問のあの、なんか、食品とか、なんか、コープみたいなやつ。あ、はい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 。それが来て、うん、なんかネットで予約されてたんですけど、つって来て。うん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 。ネット予約してないですって来て、
うん、今日は大引きでアナルパール届いた、マリちゃん。アナルパール？アナルパール。アナルパールっていうのが届いたの？うん。うん、それいくらなの？2650円。うわー、買った。妙な値段。うん。買っちゃった。いや、化粧品って書いてあったんだよ。うん。だから嫁がなんか頼んだんかなと思って。あ、そうだよ、そうなるよね。そう。そして開けてみたら、うん、アナルパールだった。うわー、だかちゃんそういうの好きだもんね。やめてよ、パルちゃん、好きじゃないよ。で買っちゃったんだね。だって買うのおかしいじゃん。買ってないよ。え？2650円のやつ買うなんて。買わないよこんなの。え？買ったんでしょ？買ってないよ。あ、その中身だけ見て違いますって言って返したんだ。いや返してない。なんか今、うん、警察行ってきたんだけど。うん、で、あと住所と名前は俺なんだけど、うん、電話番号が全然知らない番号だったから電話してみたんだよ。うん。そしたら全然知らない人が電話出て。え？で、あの俺ん家にあなたの電話番号で荷物届いたんですけどって言ったら。うんうん、え、僕じゃないですって言って、ちなみにあのあなたはどこの方ですかって言ったら高知の人だった。もう完全に中ちゃんアンチに恨まれて、うん、そのうち直接リアルに来てさ殺される可能性あるよ。やばいこれ、うん、やばいよこれ。今エスカレートになっちゃってるよね。あの多分俺の予想だけど過去の放火の件だと思う、うん、え、違うと思うけど、家の前の放火を見た視聴者が、放火じゃないからバレちゃう。ああ、そうか、なんだっけファイヤー中山だっけ。うん、ファイヤー。あ、そうそう、あのベッドを燃やすやつね。これじゃないと思う。だってベッドだったらもうだいぶ前から始まってんのに、うん、もうここ最近だもんね、始まったの。そうでしょ。じゃあこれをどうやって開示請求するの。いや、もうとりあえずあの雑談たぬきの開示請求から始めて、うん、今やりやすくなったもんね。うん、うん、あとはこの履歴が残ってるでしょ、この買ったところの、あ、マジ？だから中ちゃんね、俺、うん、まあアンチに対しての対処法はあの、うん、俺いつもアンチ多いけれど、うん、配信時間1時間なんだよ。そしたらアンチつかない。うん、あのなんかね、俺1時間しかやってないからアンチも、うん、なんかやりようがないんだよね、きっとね。長時間やってるとアンチも見入っちゃって、だんだんストレス溜まるんだよ。あー、確かに。配信時間を短くするとやっぱりもうアンチも、うん、あの視聴者も来なくなるね。あ、本当に。うん、やった方がいいよ。あー、じゃちょっと考えてみるわ。1時間ぐらいの方がいい。うん、わかった。中ちゃん、ありがとうね、電話出てくれて。いえ、ありがとうね、パルちゃん。わざわざすみません、うん、またよろしく、中ちゃん。ありがとう。うん。また、お願いします。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑って。こらえて。やるんだ！勝って！アンチ、俺少ないね、実は。あの、コメント欄では、やじ馬多いだけであって、日産問題、タヌキを見ると、そんな常時にさ、なんか何十人とかいないんだよね。もうほんと5、6人ぐらい。それなぜかっていうと放送時間が短いから、うん、だからアンチもやりようがないんだよ。1時間しか俺はやらないからさ、ね。で、長時間配信やってるとやっぱアンチはやっぱ長時間タヌキの方に張り付くよね、ひっつき虫みたいに。でもね、俺みたいな放送やってたら囲いも減るし、ね、視聴者も減るから意味ないんだけどね、難しいもんですよ。はい、アンチも視聴者も相手もなくなる、最高ですね。だから、まあ、一番いいのはアンチ気にせずにやるってことですね。はい。じゃあ次のニュースいきます。性格がいいよ、みんな性格終わってるの腐ったな。次が金梅さんが体調不良。はい。10個来た、かぼちゃの馬車。俺見たかこれ。カコいるんだ、おいおい、ちょっとビビって、おい、カボチャの馬車10個来たぜ、俺10個まで来た、俺カコいるんだ、おい
止まらないぜ。うん、おいおいおい、カーバージョンの馬車また10個来たよ、これ。馬車いくら？いくらなんだろう、これ。あ、ハラミ一発分ぐらいだね、これ。10個で。やばらい、止まらないぜ。次がこの方ですね。金梅さんです。金梅さんがまたね、朝方ね、体調が悪いっつって、寝転んで、苦しいって言ってました。で、また救急車かってなったんですけれど、その後、ちょっと体調が良くなって座れるような状態で雑談してました。なので今のとこ大丈夫です。ただ金梅さんはもう死ぬのが怖くて嫌だって言ってたって言って、次の日にもう死ぬかもしれない、もう分かるっていうふうに言ってた。もうすぐ俺は死ぬと死期を悟ったそうです。はい。だから今生死をさまよっている、情緒不安定な状態にいるということですね。いやもうちょっと1年は待ってほしいね、これは。四季ね、この連休で、いやこの連休でマジで死んでほしくない俺は。大丈夫でしょ。 iPhone16 は買うらしい。あ、そうなんだ。いいんじゃない、買うの。本当に大谷翔平は52号のホームラン打った？もうすごすぎるよね、大谷翔平。うん。別の星からやってきたスーパーマンだね。声が楽しそうだね。そんなことないよ。俺は金梅さんずっと生きててほしいもん。LINE とかもたまに来るんだよ。おう。LINE 来てね。お話してくれるの最近ないけど。なんかちょっと心配ですよ。はい。まあ皆さんもね、金梅さんよくツイキャスで放送してるんで、見たい方はツイキャスの方に行ってください。じゃあ次のニュースいきます。はい、次が、宣伝なんですけど、香川バーで美女二人が一日店長をするそうです。これ、最高だね。緊急告知、10月の12日土曜日。夜の8時から朝の5時まで、バニーギャル営業が決定！ベルちゃんと小田さやちゃんがバニーギャル姿で営業するということらしいです。あのね、二人ともね、よく水着配信よくやってるんだけど、めちゃくちゃエロいんだよ。うん。だから、バニーギャル姿だから、バニーガール姿のままね、まあ、こんなこと言うのもちょっとやばいんだけど、ポロリあるかもしんない。これは当ご期待だね、これ。で、一応 DM の方でも来ててね、このまま読み上げるんだけれど、特別イベント情報ということで、いきなり失礼しますと。なんとギリバーでのバニーガール営業決定しましたと。日程は10月の12日、夜の8時から5時となっておりますと。小田さやとベル、ダブルキャストの初イベントとなっております。ぜひ会いに来てください。ふわっちツイキャスでの配信はラジオとなりますと。料金はイベント料金となりますので、2時間飲み放題で5000円安っ !2 時間飲み放題で5000円は安いよね。となっております。おごし数やふわっちでの遠隔ドリンクをいただいた際にあなただけの写真がプレゼントされますと。噛んでますね。はい。いや、ラジオっていうのはやっぱバニーガールだから、ね。そのほら、まあ、ちょっとエッチなとこを撮ろうとする変態もいるわけじゃん。ね。そういうのを対策するためじゃない？ 3000 円が相場だわ。いやいやいや、お前さ、5000円で2時間って普通に安いと思うけどね。イベントの飲み放題。普通1万取るで。うん。イベントだよ。
バニーガール姿の姉ちゃんを見ながらね、喋りながら酒飲めるんだよ。そしてそれで5000円でしょ、飲み放題で何でも。だったら安いよね。イベントだよ、イベント、イベントでやったらもっと1万ぐらいかかるから、そもそもギリギリバーの香川さんのお店って2時間3000円じゃなかった？ちょっと2000円上がっただけじゃない？ねえ、だから良心的な価格だよこれ普通に。だから佐藤さちゃんと俺来てねみたいな連絡来たんだよ。だからちょっと行こうかしら、バニーガールちょっと見に。ねえ、オプションあるのかしらね、これね、裏オプションみたいなないか。佐藤さちゃんもバニーガールさせるか。いいです。いやでも小田さやちゃん結婚してるけど、ベルちゃんフリーでしょ。だからもしベルちゃん口説けたらお持ち帰りなんてあるかもしれないよこれ。ワンちゃん小田さやちゃんも人妻だけどね、え今旦那出張中でしょ。だから口説いてさ持ち帰りできるかもしれないよこれ。行くべきだね、みんな。行ったら？みんなセクシーな姿だからね。佐藤さちゃんも出そうか？ね、バニーガールで出店させてさ、3人で働かせるか。美女3姉妹で。一日店長しても表さき来ないだろ、お前。来るの？来てくれるなら、やってやらんでもないけど。パレで、店長しません。なぜなら、ね、配信で人気ないから。やる意味ないっす。はい。人なんて来ないんでね。もう嫌ですよ、もう配信書くのは。バーで一日店長やって客ゼロ。ね。もうそれが無限に見えてる。来るわけないだろ、こんなの。そうだろ？ないと分からんよ。もう分かってるじゃん。配信でも人気がないんだから。じゃあもうこれやる意味ないよねって話だよね。じゃあ、パルちゃんの一日店長来るよって指導してみてよ。どれぐらいいるの？そんな来るのパンパンやろ、そんな来たら。絶対嘘やろ、これ。お、本当になんか GWGP に投げてくれたシール、これこれ本当っぽいな。めちゃくちゃ俺好きなアニメアイコンなんだけど、この子は来るってこと？ちょっとかかあさん頼んでやろうかな、一日店長一回ね。えどうしよう、俺ね本当に7年間配信やってきて一日店長一回もやったことないの。ゼロワンの一日店長の手伝いやって、だからね、やったことはあるけれど、本当に一回もないからさ。どうしよう、一回だけやるか、これ。で、酒ずっと飲んでたよ、俺。俺の酒飲み比べ対決するか？ね。で、香川は配信全部禁止するか？で、ポーカーやるか、みんなで。ストレート、フラッシュ、ロイヤルストレート、フラッシュとか。じゃ、次のニュースいきます。はい。あ、まあ、そんな感じで、サイドの、炎上ニュースでした。ここからメインの本タイトル、いきますか。とある配信者たちの暴露祭り。なんとあの配信者たちが暴露をしました。その人たちの名前はなんと、なんと、ナイス、お願いします。500ナイスでやるんでね、押してってください。はい。森がお前のこと暴露してた？昔からじゃん。
ね、俺が賭博してるとかなんとかって言ってんのは変わんないよお前、してないんでね。はい、500でやるんでね、お願いします。まさかあの男性配信者が海外であんなことしてるなんて僕は思いませんでしたよ。僕は衝撃が走ってます。まさかあの人があんなことするなんて、自分から自ら自白しました。びっくりしました俺は。いや驚いたね、あの子はあんなことするような子じゃないって顔でね、ちょっと思ってたんだけどね、やるときはやるんだね、男だねこれ。あ、銀ギラ銀花火、もう500いかなきゃやらないから、早く押してよ、3900人いるんだから。ありがとう花火。うん、証拠がないのに何々を言うな、もう話聞いてないバカ消えろ、500いいですけど、ちょっと、はい、500ナイス、いけるこれ。ちょっと早くしてよもう、パパッと押せよ、パパッとライスでいけない、早くしてくれよもう、もういいわもう、こんないかない。 ありがとうございます、パルちゃん、臭そう思う人ナイスお願いします。そんなかっこいいさんなんだけど、パルちゃん臭そうと思う人ナイスお願いしますって、何これ、こんなに増え、ナイス増えるわけないじゃん。で、パルちゃん臭そうだと思った人ナイスよろしくお願いしますって、うわー、ビッグバンアイテムナイス、フォロー返しときますね、いいんですか、俺このアイコンかわいいなマジで、なんだこの、だ、なんのアニメキャラクターだこれ、オリジナルキャラか、ちょっと待って、増えてんだけど臭そうで、やめてよ、臭くないから嬉しくねえし、こんな増え方しても、何これゴイゴイ増えてんだお前、これビッグバーアイテムナイスさ、5000円だからねこれ、君が君が君が今日のアラブ石油ダイハツ、今夜が君がレイちゃん、あんたがいなきゃやってけない、キキキン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 、ウルトンドンチキナイス、ちょっと待って、もう500いっちゃって臭そうで、やめてよ、あと12人にいっちゃうって、あーもういっちゃった、じゃあいきます。とある配信者たちの暴露マッチに、その人たちの名前はなんと、なんとと、その前にこの方を紹介しておきますね。はい。名前はポンスケくん。昨日メンバーシップでポンスケくんが枠を取りました。まあ、理由として、語っていた内容はね、なぜ暴露をするのか、どうして配信者と、ね、縁を切るのかという話だったんですが、理由は彼女に振られた腹いせのせいらしいです。はい、まあ、どうやらそこら辺の部分も、ね、あって、あと信用もならない、ね、配信者でもたくさんいたから、もういいやとなったらしいですね。だから、暴露することにしたそうです。はい。嘘つき？いや、あのね、昨日は暴露っぽいことはしてないんだよね。うん。で、衝撃なのが、これですね。僕はあの、ボンスキ君の友達だと思ってたんですけど、ブロックされてました。もう縁を切るためなのかわかりませんが、ブロックされていました。ひどくない？
で、あと、今後ね、私の配信のミラーを一切禁止しますと。具体的には配信のミラー行為や配信の録画を SNS に無断でアップする行為、メンバーシップの内容の公害など、こちらに該当する行為をしたアカウントは開示請求の対象となるので絶対やめてくださいというね、内容らしい。だからミラー配信は禁止らしいよ。やった場合、開示請求するらしい。はい。で、香川さんと昨日一悶着ありました。ポンスケくん、ポンスケくんが香川さんのミラー配信に対して苦言をね、そしたら香川さんが、皆さん真似しないでください、自分のアカウント大切にしましょうということで、はい、香川さんね、暴露をメンバーシップの入会を促す、X 上の暴露の買い取り希望を促すなど、健全とはかけ離れた方法で金銭をリスナーさんから受け取ろうとしている配信者がいます。健全なサイトでこれからも活動したいので、本日の放送録画なども確認していただき、厳しい処罰をお願いします。ポンス、楽しみだね。ミラーするって言ってたんだから必ずやれよ。君は何か勘違いしてるけど、ツイキャスでやるとは言ってないからね。バンになるとしたら君しかならないよ。お前メンバーシップでやんだろ、なんちゅう逃げ方してんだよ、ダセーな。だったら最初から煽ってくんなや。 YouTube メンバーシップありますので、ニコ生にもチャンネルありますので、のでね、他サイトのことはもう少し勉強してから煽ってくださいね。ポンコツさん、普段から、理路整然っぽくやってからそんな発言しかできないんだよな。わかるよ。まあどうせできないだろうから勝手に自白で吠えとけよ。お前部外者なのに首突っ込むのは得意だもんな。そんなんじゃ便所と変わらねえぞ。お前のような自己中な人を裏切ったりしないから大丈夫。最後の文章はそっくりそのままお前に返すよ。話そらすなよ。最後の文章っていつ俺が今まで部外者なのに首突っ込むような真似したんだよ。答えてみろよ。俺にお前が間違ってると思わせたのだから、配信でやったお前が悪い。10年も配信やってて今更何言ってんだお前。だからこんなことしかできないんだろうな。情けない。本当に心から情けない。マジで何言ってんだか分かんないんだけど、見たことない日本語使い方すんのやめて。情けないのは承知でやってんの。関係ないんだから突っ込んどけよと。ねえ、まだ続きありますね。必ずミラーしろとか突っ込んでろとかコロコロ話が変わるな。本当に言ってることに一貫性がなくて情けないバカな男だわ。お前って自分で言ってることを理解して発言してないから話がそれるし一貫性ないんだよね。だから姑息な話の逃げ方しかできないの。ナーボーと同じただのバカ。1から10まで説明しないで理解できないの。どうにかならんかな。ね、まだあります。ここからお前と一緒じゃなくてナーボーと同じでよかったわ。お前らと一緒じゃなくてつくづくよかった。じゃあのと、まあせいぜい後悔しないやれよということで、まあ一悶着ありました。はい。どっちがね勝ったかっていうか、どっちの方が理屈として筋が通っているか。俺は香川さんが通ってると思いました。ね、香川さんは間違ってないです。ポンスキ君が勝手に暴露してね、いろんな人を巻き込んだ。それで、他配信に言われるのは仕方ないことだと思うよ。違う？もともと自分がこういう風になるのは目に見えてることじゃん。だから、ここはもう誰ともね、関わらないとか、誰とももうなんか、ね、関わりを持たないって言ったんだったら、もうこういうリプライも返さない方がいいよ。ね。もう一人で孤独やればいいと思う。喧嘩したって、どうせ負けるんだから。何言ったって。
100% 自分が悪いってをね、ペンマーシップで言ってたらしいからね。うん。だからもう何言ったってもう理屈が通らないよ。だからもう一番ポンスケ君の正しい方法は、もう誰とも関わらず何言われても無視して、自分のやることをね、貫き通すことが一番正解だと思うよ。やるならね。俺は。俺がそうだったらそう。その、他人がミラー配信してて、その上げ足を取ろうとしても、もう無理。うん。取れないから。もう虫が多いんだよ、これ。虫が。もうめっちゃ怖い、俺の顔周りブンブン回ってんで、これムカつくわ。で、なんで TJ さんや石川さんのことの暴露リストに ないかっていうと、なんか暴露が小さいから言わないらしい。うん、でも、みどりさんが放送内で言ってたけど、雑魚は暴露して、大物には言わないっていうとこで、もう、そういうところら辺が雑魚だよねって言ってた。いや、本当にそう。やるなら、とことんやりなよ。ビビってる証拠じゃん。うん。で、なんかね、暴露するネタがね、小さいからっていうことらしいけれど。暴露があるんだって言ったらもう、どんな小さなネタでも TJ さんや石川さんの暴露は誰だっていう、で、飛びついて、ね、嬉しいと思うわ。ね、リスナーさん多いと思うよ。普通にポンスキンビビってるだけじゃん、それ。ハエがたかるくらい。いや、そんなこと言わないで、のーちゃん。かっこいい。リスナーさんじゃないじゃん、これ。結局、関係を断ち切るとか言ってたけど、関係断ち切れてないよね。うん。ほんの一部だけフォローの、ね、残してて、ちょっとこびてる節があるから、なんか、別になんか貫きれてないね、別に。パレパレ大丈夫だって、うん。だから、中途半端というかそうなんだよ。やれたらとことん やればいいのにね。いや、暴露はまだね、言ってないんだけどね。これポンスケ君関係なくて、リストに入ってない人が自らなんか、もう、暴露という内容に関して言っちゃおうぜ、みたいな暴露になったって感じだね。ああ。ちなみに証拠はないらしいよ、ポンスケ君。ああ、そう？正論？ありがとうございます。いやー、嬉しいなー。ありがとう。高いアイテムめっちゃくれてる人、ありがとうございます。アニメアイコンの方、可愛らしい。どこ情報ってポンスケ君のメンバーシップで語っていた内容。そのメンバーシップで聞いていた方の話。まあ、足抜きさんの情報で見たんだけどね。うん。あ、メンシップじゃなかったの？あ、ごめんごめん。足抜きさんの情報なんだけど、足抜きさんが多分見てたんだろうね。紹介一切ないと。ただ、俺が言うことによって、どれだけのことで分かるかっていう話らしい。うん。紹介一切ないらしいよ。証拠ないってポンスキ自分で言ってたな。だから写真とか撮ってないんだよね。で、はかとりしてないのはパルパルも一緒？何？裏取り？裏取りってどういうこと？裏取りも何もポンスケ君が言ってた内容を言ってるんだけど。だから警察にチクリはするらしいよ。告げ口ね。いや、俺、ポンスケ君ちょっと今おかしいと思うんだよね。理にかなってないっていうか、警察が相手しないのもわかってるわけじゃん。それを警察に言ったりとかするとか、ミラー配信は、開示請求するとか、なんかね、めんどくさい配信者になっちゃったね。めんどくさい配信者に。何よりめんどくさい配信者嫌いなのに、一番めんどくさい配信者になっちゃったから、なんかポンスケ君残念だなと思うよ。変わっちゃったね。今回の件で。でも、ポンスケ君、俺はブロックされたり、多分 LINE もブロックされてると思うけど、麻雀あるなら誘ってよ。やるから。写真だって撮っていいよ。俺は、賭け麻雀なんてしないからさ。やろうよ、麻雀。ね。
あの時楽しかった、もう一回やりたい、うん、歌舞伎町の一角の麻雀のね個室でやろうよ、前みたいに3まで4までもいいしね、いつでも麻雀なら誘ってね、俺は待ってるから麻雀で決着つけようよ、うん、俺が負けたら一つの暴露、俺が勝ったら一つの暴露消すね、それでやっていこうよ、俺みんなのために麻雀打つわ、そういう賭け麻雀するか、暴露の賭け麻雀ねえ、賭けません。じゃあ、まあそういうことでポンスキ君の、まあ、内容でした。はい、今日はなんかまた暴露する予定らしいね。なんかラムメロ関連とか言ってたね。うん。メンバーシップで喋るんじゃない？一応ツイッターの方では心が押しつぶされそうだって書いてた。もう押しつぶされそうならやめとけば。ね。その心が押しつぶされそうだわってツイートしてても誰も同情はしないよね。もうその部分でも配信者はポンスキ君を信用ならないっていうもう常識になってるわけだからね。ポンスキ君、何を勘違いしてるかわからないけど、ポンスキ君って、正直言うと、雑談うまいし、ね、配信もやる気出せば、ね、すごいいい配信者になれると思うからね。だから、もったいないよ、だから。そうでしょ？ナーボーさん今どんな気持ちだろう？だから、いろんな配信者が、ね、ポンスキ君をなんか、切ったりとかしたから、多分ポンスキ君も嫌になったんじゃないの？うん。なんでお前上からなの？だってポンスキ君より上だから。そら、そうでしょ。上から目線で喋ってよくない？上なんだから。ね、立ち位置的にはさすがにポンスキ君には負けてないよ。年下だろ、関係ないよね、年下年上でね、関係あんの。青春ポテトフライどうなるの、解散です。まあでもポンスキ君は配信者とつながりいっぱいたくさん作ってて、それで成り立っていたっていう部分もあるから、自らそれを切るってことはもう覚悟決めたんだろうね。あとは見守るだけだね、本当に。ゼロワンとか青春ポテトフライの CD50 枚ぐらい買ってたな。あれプレミアムつくんじゃね、ポンスケがね、あんなことしたから解散だから。幻の CD1 枚もらっとこうかな。これギラギラ花火プレゼントナイス、ありがとう。勝手に解散するなよ。解散だろ。だって、どう立ち位置的に治るのあれ。治らなくね。うん。治るのあれ。ナーボーが器がでかかったり、ヤスシ君が器がでかかったらいいけど、俺がもしナーボーやヤスシ君の立ち位置だったら、ポンスキ君の前で心開けないわ。一緒に。身内として。無理だね。飯とかも誘えないわ。だから、なんか、ポロって言ってしまう内容だって言えないわ。もうやっちゃったことだからね。もう、後戻りできないよ。あ、こういうことやる人なんだって見られるからね。あ、無理だわってなるよね。うわーってなるじゃん。もうほんと虫が多いわ、これ。イラつくわ、マジで。めっちゃ顔の周り、小映えが湧いてる。なんなん、これ、マジで。幻覚じゃないっているんだよ。ごめんね。なんか、いきなりカチンとかやって。いるんだよ。
じゃあ、まあ、小町くんが、な、ね、ポンスキくんのリストにも入ってないのに、タイで大麻したことを認めました。嘘だろーい！藤沢ね、藤沢ちゃんの囲いさんのツイッターから緊急速報、小町くんがタイマーを吸ったことをアムチンさんに暴露され認めましたと。タイで日本人がタイマー吸うのは違法です。ポケくん通話中の切り抜きです。どうなる、困りすってことで、ってことでね、タイマーを吸ったらしいですね。はい。で、一応アムチン的にはCBD っていうことを言ってるんだよ。CBD というもので吸ってて、だから大麻ではないっていう話だったんですけれど、サニーマンさん、TJ さんのパパさんかな？こんな投稿がありました。タイで CBD だけなんで、だけなんて売ってない。確実に大麻ですと書かれてます。タイマー吸っちゃったんじゃないのこれ？本当なのこれ、どっちだろう？吸っちゃったの、吸ってないのこれ？どれが本当なの？そもそもなんでアムチン暴露したの？知らん。ノリなんじゃない？アムチンってノリで言うじゃん。ノリで言っちゃったんじゃないのこれ。で、小町くんは自白してるよ、普通に。やっちゃったって。その時、吐いちゃったとかも言ってたしね。幻覚が、なんか身長が50センチ下がったとかなんとか言ってたな。小町くんは認めた、ちなみに。動画も上がってる。これ何、アムチンが炎上してるの、それとも小町くんが炎上してる、どっちが炎上してるの。お、おすすめ規制になったの。そうなの。どっちが、アムチンも炎上してて小町くんも炎上してる。そうなんだ。あ、小町は解除された。あのさ、俺思うんだけど、小町、まあね、アムチに暴露されてかわいそうとかね、すごい書かれてるけど、俺もなんか嘘なんだけど、暴露されたんだけど、嘘なんだけどね。で、俺の場合は、もう最低だなとか書かれるんだけど、ね。俺はめっちゃ叩かれるんだよ。意味がわかんなくない？これ人気の違いなの？これ。ね。あ、イライラするんだけど、普通に。いや本当に小林巻いてるんだって。で、口の周りが来るんで、口が臭いってことがなんかな、これ。口が臭いってこと？あ、そう。でもアムチンも好感度高いけど、アムチンも炎上したんで、やっぱ小町くん相手だとノリでは通用しないよね。アムチン自身は何つってたの、ちなみに。俺見てないからさ。まあ、配信会クソだよっていう、なんか切り抜き動画見たけど。反省しててな、ちょっと。コマ姫たちが怒って、あ、コマエくん、あ、コマチくんたちのお姫様たちが怒ってるんだ。昨日の態度が、あのね、アムチンって、あのね、マジで負けず嫌いだから、言われると反論しちゃうのよ。これマジな話ね。だから、アムチンの、そういうとこを直せば、絶対対処しきれたやつだと思うよ。俺がちょっと悪かったぐらいね、言ってれば。ちょっと、悪ふざけ入っちゃうから、そこで多分、ね、なっちゃったんだと思うよ。プライド、まあ、プライド高いか。そこだと思うよ。だからアムチはなんで言っちゃったの、それは。
あの小町くんがタイマー吸ってたみたいなノリで言っちゃったのかな。ポンスケがアムチンの暴露したから、え？アムチンリストなかったけど、いや多分朝のノリがあったんじゃない。昼にさ俺になんかね、なんか暴露みたいなノリがあったじゃん。あれを多分小町くんにもノリでやったんじゃないの。ね、そのノリがちょっと笑えないノリになっちゃったみたいな感じじゃない？相手選ばないとね。俺はまだ笑いにできるけどさ、ねえ、炎上しちゃうよねこれ。酔っ払ってて言ってたの？でも安心してください、大麻って所持だから。吸っていても現地でね、違法ではないでしょ。そもそもが吸おうが吸まいがどっでもよくない？違法なの？いや所持だけでしょ、吸うのは別に違法じゃないでしょ。違法になったの？それはことが重大だ。あと嘘、あ、なるほどね、 CBD ってアムチンが言っていたのにそれが嘘みたいな。あ、でもアムチンは CBD を吸ったんでしょ。うん、アムチンの話でも、サニーマンはCBD はタイにはないと、確実にタイマですっていうふうに言ってるけど、どれが本当、どれが本当なの。CBD 嘘ついてるってこと。何くだらないことグダグダ言ってんだ、見に来んなクソが。お前みたいなやついらねえんだよ。グダグダ言って楽しんでるのがこの枠だから、お前みたいなね、空気読めないカスは消えろよ。おいタイ行ってこい。お前な、何個空気読めないコメント言ってんだこれ。わかりました、あーセミありがとう。あのね、俺思ったのが、マジで配信者と遊ぶのはもうね、もう金輪際ちょっと控えます。怖いわね、ドイツが狼なのかわからないよね。あいつ言いそうだなとかあるもんね。うわこいつも言いそうだわとか、もうゼロワンマリオくん、火薬さんしか信用ならないね。まあ、あの3人だけ俺は身を固めるよ。あ、あと養分とセージね。養分セージも大丈夫だ。あ、でも養分言うからな、切れたら。まあでも今は大丈夫だと思う。うん、だ養分とセージね。あと誰だろう、誰信用できる。養分セージ、ゼロワンマリオくん、火薬さん、小前くん、あと誰が信用できるんだろう。あ、エキリスト花屋ね。まあ、エキリストも言うけど、今は大丈夫でしょう。あと、あ、山田部長もそうだね。よっさんも大丈夫だね。あとは、誰だろう。香川さん、香川さんも大丈夫だ。うん、あ、天然ちゃんは大丈夫、もう絶対に。あ、セブンさんも大丈夫だね。あ、中ちゃんも大丈夫。ユイガは死んじゃってるけどね。あ、キャリーちゃんも大丈夫だね。松平健も大丈夫だ。全員大丈夫だよ、もう。別にいいや。ね、やったってね。だって、やましいことしなきゃいいんでしょ？簡単じゃん。それだけの話じゃん。まゆちゃんも大丈夫。ヨシエも大丈夫だね。ヨシエはもう忘れてるね。ね。ヨシエが目の前で俺がね、まあなんか変な薬とかやってたとしても、ヨシエ見るじゃん。で、あの、放送して、次の日にはパッと忘れる。昨日なんだっけな、なんか、パリパリやってたんだよねとか。なんだかな、ああなんか風邪薬飲んでたとか言いそうじゃん。ね。カシンクも大丈夫。
まあでもね、やっぱりさ、配信者ってつながりが大事だと思うんだ。そのつながりを断ち切ってやっていけるほど配信界は甘くないと俺は思ってる。うん、慣れ合いは良くないけれど、ね。でも、あまりにも一匹狼すぎると、自分の首を絞めて、もう、それで終わると思うね。配信者人生として。うん、そもそも、つながりをたくさん作ってきた人間っていうのは、一人としての、パフォーマンス的なステータスが低いんだよ。だから、いろんな人とつながり作って、それで閲覧を稼いできている人間は、孤立になったら、ね、もう無理だね。うん、もう人気出ないね。七原くんは一人でやってきてるんだから、いけるでしょ。それは違うと思うな。あ、そうなの？俺は一人でやってきたんだよ、昔。で、ここまでに来たんだよ。で、今は楽して人に頼ってるだけ。うん。だから俺だってね、一人でやろうと思えばできるんだよ。今楽してるだけだから。悪いけど。本気出せば、ね、外配信者の誰よりも面白いと思ってるよ。ぶっちゃけ言っていい、お前の一人雑談とかクソ面白くないよ。でも夜の一人雑談は1000人超えるけどね。だからお前には合ってないんじゃない？でも一人雑談って基本的にさ、他人の話だからね。正直言うと、その他人の話の部分を知ってる人たちが多いからね、楽なんだけどね。他人の話は楽だからね。うなちゃんマンが言ってた。他人の話するやつは楽してるだけだと。ね。自分の趣味や自分の起きた出来事で閲覧を集めれるやつがすごいって、うなちゃんマンが言ってたよ。うん、さあ、ちょっと本気出し外配信しましょうか。すいません、社長。明日にします、ちょっと。今日本当に疲れちゃって。明日やります。はい。明日じゃあ、散髪配信する。角刈りにする。小町くんのやつ。小前くんのやつ約束してるから、やります。明日角刈り放送するから。いや、だから明日角刈りやります。すいません。明日角刈り放送するんで。角刈りするって約束したんで、これやります。今日やらんと。いや、今日忙しいんだよ。今日あれだ、あの日だ、母親の命日だ。お墓参りしてくれ、ちょっと。お袋死んじゃったんだよ。だから、墓参りしてくる。嘘つきっていうか、嘘がわかる嘘ついてるんだから、何が問題あるの？イライラするわ。嘘はついたけど、嘘をついて、それで嘘をついたけれど、嘘をわかるような嘘ついてんだから別に良くない？別に。ねえ。じゃあ分かったよ。ごめんなさい。母親の命日使って配信サボろうとしてすいません。キャリーちゃん行方不明？海に沈んでるよ、多分。
重たいから。それでお金返せるの？俺がやりたい時にやるの気分、うん、そのやややったってしゃあなくない？配信ややをややでやってたらさ、配信だって俺もやや感出るじゃん。明日っていう風に一区切りつけりゃやれるよね。明日3発配信するから、絶対明日します。絶対に。もう社長違うんですよ、本当に体調悪くて今日できないんですよ。めちゃ社長、明日でいいですか？お願いします、明日してください。バトルやれよ、どうせ負けるもん。バトルしたって勝てっこないよ。相手いなくね？誰かいるの？うん。中ちゃん前やったじゃん。あ、まさやん？まさやん、でもまさやん勝つでしょ。強い人がいいよね。角刈りにするって分かってるよ。角刈りホモ大仏にするよ。明日ね、予約するって散髪屋に。やるって言ってんじゃん。明日やるって。いや、お金ないからさ、外配信までやりたくたってできないんだよな。昨日税金払ったから。金がないからさ、やりたくてもできないんで、活動資金が。現から申請来たんだけど。こんにちは。体調あれ大丈夫？大丈夫、体調。大丈夫かい？大丈夫？大丈夫なんてないだろう。なんで体調が悪いやろ。体調悪いか？体調悪くないっつってんだろ、この野郎。なんでそう、普通に会話させてほしいんだけど、バル。会話してんだろ、この野郎。いや、そんな風に喋らなくてもいいじゃん。あ、ごめんね、この野郎。うん、でおかしくなってるよね、バル。じゃあいいんだよ。別に俺はさ、閲覧持ってないし、バル。何しに来たの、この野郎。じゃあバルと会話したくて。違うだろ、バトルだろ、この野郎。なんだその笑いは、この野郎。なんでそんな言い方するの？ねえ。負ける、じゃあ罰ゲームね、ボード、ね、いや、そういう罰ゲームとか、あの関東勢みたいなことやらないです。ごめんね、パルちゃん。意味がわからない。勝負しに来たんだろ。いや、だからちょっと会話がしたくて上がりに来てもダメ。じゃあ眉毛全剃りね。で俺ボード。いや、無理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 。いや、もう無理だよ、お前とやらないよ。じゃあお前って言い方ないだろ。たまってやらないって言ってんだろ、この野郎。痩せるよ、ね、痩せろよ、早く。言えろよ。何その言い方。消えろって言ってんだよ。消えろ？
貴様消えろよ。なんだ貴様ってめこにやろ。なんだってめこやったか俺。普通にさ、普通に会話できないじゃん。大丈夫なんで。会話してるだろこの野郎。なフォロー外せよ俺の。お前フォローなんて全然外せるよこの野郎。外せよだったら今。今外すの時間かかるから待ってろこの野郎。いや普通に会話してよ。だから眉毛とね、坊主全剃りじゃないとやらないよ、うん、イベント。やらない。無理。じゃあ無理だよ。一応貴公子だからこれでもね。何？貴公子。貴公子。だから。うん。確認してよ。何やだよ。本当に。やっぱ生き方の部類だから無理だよね、それは。もう意味ない。ゴロゴロ。会話してよ、ちゃんと。じゃあゴロ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 してなくて散歩とか行ったら？うるさいね、余計なお世話だよこの野郎。いや余計なお世話じゃないじゃん。160いくつまで行った今。お前言うわけないだよこの野郎。もういいって。いや早いバレバレそういう喋り方もう早なんて。もういいからさもう落とすよ。いらないから。いや落とさないでよ。普通に喋った。俺だって自分からあのプロレスとしても楽しくないでしょ別に。普通の会話が今流行るんだって。そんな会話してて流行ってるんだってつらあるだろうゲン。でも今のゲンのやつら10人じゃん。まあ10人だね今ね。えそうなの、うん、じゃあ意味ないよね。お前もよく前昔言ってたじゃん、ね、リスナーと喋るなと。今お前と向き合って喋ってるんだよ。やつらなんかどうでもいいんだよ今。俺はね心配でね。パルがパルそのゴロ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 してるだけでさ散歩とか行ったらどう？ちょっと痩せたらどうだ？体調悪いなんですよ、ほんと、どん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 。バリバリ聞いとるか？聞いとるかって。聞いてる？大丈夫、バリバリ、大丈夫か？最初悪いんじゃん、本当に。大丈夫、パレ。お、パレ大丈夫、本当に。パレ大丈夫、本当に。いや、バトルする？まあ、ゆるゆくできたらお願いしたい。お前が強いな。やっぱやりたくないわ。なんか、バトルは神聖なものだから、打線でやりたくないんだよね。うん、だからいいや。なんか中山、中ちゃんの何かかけたの？昨日かおとついやってたけど。中ちゃんは強いからやったんだよ、俺よりね。なんゲンはもう明らかに弱いじゃん。いや、今日前に勝ったけど朝。あ、そうなの？うん。何万ポイント？いくつだったら忘れたけど、ポイント。じゃあ、やばいな、それは。本当に勝ったけど。ポイント数だと忘れたけど。そうなの？うん。どうしたのパリ？いや、嘘言わないって。嘘だろ？いや、嘘じゃない。嘘は言えないでしょって。実際、そっちのタネキさんに聞いて、嘘は言わないって。本当なの、リスナーさん。うん。え？アンチとかの嘘だにごまかされるのよ、マジで。まあ、ちょっと勝負する？賭けはなしでお願いしたい。そんな大手さんに挑んでるんだから。名前無名な、私は無名な配信者です、バレバレさん。名前変えるでいいじゃん。いや、またそれかよ。名前変える。負けるの確定みたいな言い方じゃん。負けたら、ゲンは大輝。俺が勝ったら、ね、ゲンにするよ。松平大輝にするってこと？俺が、うん、俺はパルパルゲンにするよ。いつまで？いやもう松平もなしにしよう。大輝でいいんじゃない？え、俺が負けたらゲンでいいよ。エンジョニスずっとゲンで。いや、いつまでだよお前。1週間でいいんじゃない？漢字か？ひらがなか？漢字か？
感じだよね。感じだ。あ、ピンクマン、ピンクマン。それは無理だわ。怠るわ。ピンクマン大輝。それは俺がピンクマンになるじゃん、これやろう。あ、お前ピンクマン、ピンクマンに打つんかだったら。ピンクマンダメ？ピンクマンは偉いって、マジで。俺は負けたらピンクマンにするじゃん。俺もピンクマン。ピンクマン。ピンクマンで打つの。いや、ピンクマンはきついっつってる。マジで。きつくないでしょ。何がきつい？ピンクマンでしょ。何が問題あるの？一週間ピンクマンか、俺ピンクマンですっつって。そうだよ。でもやろう、もうそれに行こうよ。俺もピンクマンにするから。で、アットマークつけていいから。松平健アットピンクマンな。違うよ。ピンクマンアットマーク健だよ。当たり前だろ。何言ってんだ、お前。いや、だお前おかしい。大輝って言ったじゃん。ピンクマンが良くなったの、今。それは無理だって。ならいいわ、それだったら。だから、なんで、なんでも無理じゃん。もう、配信やめろよ。だっちゃうるせえな、てめえガキが。やめろもうなあ。やる気じゃねえだろ。待てや。心配しとんのにさ、こっちが。心配じゃねえだろ、お前。何が？帰れよ。やる気じゃねえだろ。あ？いいよ。何が？配信者としてね、何もできないならやめちまえっつってんだよ。だからキーボードしか持つか、持つことしか脳がねえんだよ、お前。なんか、かけポーカー、あ、かけポーカーにしてるやつだから。アットかけポーカーとかどうだ。それだって、規制かかるよ。規制かかるよ、それは、うん。ピンクマン無理じゃない？ピンクマンいけるよ。だってピンクマンじゃただの。じゃあ、お前なんて名前すんの？じゃあ、分かった。俺が負けたら1週間ピンクマンな。うん。ピンクマンか。うん、カタカナかひらがなかピンクマンだな、俺。どっち？カタカナ、ひらがな？ああ。で、お前何してくるんだ？だから決めなよ、ゲンが。ゲンが決めればいいよ。かけま、あ、かけポーカーは。かけポーカー？だから規制かかるって、それ。意味ない。ないもんな、別になんかお前今。早く決めてよ。規制かかんないやつだっていいから。何がいいんだろうな。ひらがなで、カタカナでピンクマンな、俺名前。うん。ああ。カタカナね、カタカナ。負けたらな、お前に。カタカナね。カタカナな。で、お前何やってくれるんだ、だったら。じゃあ、ブッタマン。ブタマンは？お前もピンクマンでいいやん、お前。なかった、じゃあ。一週間ね。シャイズラリスだ勝つぞマジで当てるなよこれ現絶対ピンクマンにするぞこれいやお前もピンクマン人のことばっかり言うのはピンクマン一週間ピンクマンにやれよお前ピンクマンって書けよ豚マークで当たり前よお前いいよリスナーさんすいません力貸してもらえないですかお願いしますじゃあピンクマンアット松平にピンクマンアット松平にマジ負けれないわピンクマンアット松平にいいかアットはつけていいかああいいなはい行くぞはいネット世界で何言われてもええわチャリさんは勝たしてこれ言ってほしいお願いしますこれしかない反応がない反応がないわ行きましょう力貸してくださいお願いしますリスナーさん貸してくださいバリバリに相手は大手でも挑む気持ちは分かってくださいお願いしますちょっと待って頼むわおい現に負けるって俺力貸してくださいお願いします貸してくださいバリバリに毎日配信はサボりません僕は貸してください圧倒的だと思ったらこれダメだよ。ジェンカーイジェンカーイおい調子乗るんですよ、もう。
から貸してよ、もうクリックマンが来たって、みんなの力を貸して、余裕の姿見せてる、ケンさんがありがとう、アイテム力貸してください、お願いします、これ力貸してください、パンパンさん、お願いします、お願いします、貸してください、あらこれどうやこれ、もう無理だ、おっしゃ、お願いします、いいから、お願いします、片してください、お願いします、片してこれ、ピンキーマンさせて、これ誰これ、ありがとうございます、あげてください、お願いします、片してください、お願いします、ね、ピンコイ、ピンコイ、誰よこれ、あー、読む、読んできたら逃げると言ってください、お願いします、片してください、お願いします、片してください、こいつに、こいつに片してください、毎日配信したい、こいつに片してください、片してください、お願いします、みんなで投げていこう、いける、片してください、お願いします、片してください、パリパリ片してください、お願いします、いくぞ、片してください、結構ないっす、片してください、追いつかしてください、あれ、なれ、負けましたわ、あ、間違った、負けましたわ、おい負けましたわ、散々今まで言ったな俺に、負けましたわ、やれやれよお前、ピンクマンにします、まあ嘘で最後差し込み来たね、これ誰差し込まれちゃったよね、うわ一週間ピンクマンだよ俺、ピンクマン。どうすんの、これ。いや、もう普通に勝ったと思ったよ。誰最後差し込んだやつ。
ねえ、あの偉そうな態度マジでムカつくわ。うん、最後誰だよ差し込んだやつ。ファンタめっちゃ飛んでたね。もう最悪や、俺ピンクマンやで。現に負けたねこれ。しかもいや俺普通に勝ったと思ったよね、リスナーさんも。これリスナーさん何も悪くないからね。完全になんか悪ふざけ投げた人いるって。これあっちにかっこいいでもなんでもない、悪ふざけ投げたやつだよこれ。ねえ、みんな投げてくれた、いっぱい投げてくれた。お前俺のアンチが投げた。誰だ差し込んだやつ、マジムカつくわ。差し込んだやつはギラギラギャラクシーナイス、ありがとうございます。差し込まれたわ。エキリストが投げてた。ファンタ10倍が出てた。ファンタ10倍って影響あんの。養分電話しろ。いやいいよ養分電話、どうせ闇言われるんだから。バルちゃん、松平健に負けるってやばくないっすかって。ねえ、もうバルちゃん終わりだよって。もう目に見える会話が聞こえるだろ。バルちゃん、松平健に負けてんのって。もう終わりだよバルちゃん。1週間にピンクマンだよもう。ありがとうございます、田崎プロ。バルちゃん、どうしたの。ゲン、ゲンじゃない、養分。あのさ、うん、ちょっともうそろそろ真面目に配信しよっか。いやいや、養分さん、無駄にね。違うよね、ちょっと松平健に負けたらもう締めだよ。もうほらこればっかだよこれ。言われるとそのままやんけ。ねえ、そのままのこと言われたわ。あ、ヨブン、どうした。バルちゃん、どうしたの。さすがにさ、うん、あそこは勝つ場所だよ。いやだって、なんか悪ふざけで差し込んでやっているじゃん。そろそろ配信頑張らないと、ただ野獣馬集めた雑魚配信者だよ。これはもう言われるんで、こうやって。いや、松平には負けないでしょ、さすがに。もうずっとこれだよ、もう。ネチネチやれるんだから。いや、これはでも普通にやっても負けるって。うん。最後差し込んでんだから、ゲンが。8万と5万だよ。最後にね、差し込まれたら仕方なくね、これ。これ、駒井くんや天然さん、負けるよ、これ。さすがに。いや、これが3000、5000だったら、これ5万と8万ポイントだよ。ねえ。養分は勝つかもしんないけどね。まあいいや、なんでも。一週間やります、こう、ピンクマン。あー、やる気出ない。ピンクマンって、もう名前変えるのが嫌だわ、もう。よかった、一週間設定で1ヶ月だってやばかったわ。な。うん。もう、いいですよ、俺、雑魚で。もう。払い、ありがとう。たくさん。あー。来てくれてたんですね。ありがとうございます。水上花火ありがとう。はーちゃんもありがとうね。悔しいね。悔しいよ。ピンクマン来た、これ。お、ギャラクシー2発来た。ありがとうございます。ギャラクシーも来てたんだね、これ高いアイテム。うわー、これ、早かった、勝ってたんちゃうの、これ。
あ、今日のファッチ様ありがとう。パルちゃんとやりなよ、うん、養分リスナーがイライラしてる。人生苦もありは楽もありは苦もある。電話しろ。電話したじゃんさっき。リベンジマッチいいよ。もうゲンずっと言うからもうやるよ潔く。ピンクマン僕はもう松平元より下です。どうにもできません。もうピンクマンでいいですもん。うん、ピンクマン、もうつらつらすぎる、つらすぎる、本当に。まあいっか、もう今考えてもしゃあないしね。はあ、終わるわもう。うん、でも5万と8万だよ。これさあしゃあないよね。これ5万と8万いい勝負したと思うよね。いい勝負、油断だ。せこいやり方しやがってリスナーね。相手の油断させておきながら攻撃うまいわ。不意打ち食らったね、これ。この時間あったら勝ってたんだよ、俺。本当は俺がね。不意打ちだわ、マジで。アンドロイド変えないようにした、あの時だね、あれ。うん。不意打ちだったね、これ。ピンクマットワーク163キロ。それも面白いけどね。もうパルパル、アットマークつけんくていいからな、別に。ピンクはあとは163キロでいいんじゃないもん、うん、ガタガタ言い訳するな。言い訳してないじゃん。養分、うん、に言ってることは合ってると思うけどな。誰が間違ってるって話してるの。ぐちぐち言われたくないっていうことで切っただけであって、何言っとんだお前。養分の言ってることはね、正論なんだよ。わかる？それは分かってんだよ。でも負けた後にこんな言われたくないだろ？だから切ったんだよ。ピンクマン知るって。だからそのピンクマンやりたくないからリベンジパッチお願いしますっていうのはやりません、はい、ダサいことしません。もうやります。うん、そうでしょ、それだけだよ。こま、あの間違ったよ。ピンクマンだからね。パリ弱えじゃないんだよね。これピンクマン弱えだから。名前間違ってると言っといて。パルパルピンクマンって。お前、名前間違ってるだ。これピンクマンだから。あ、養分でやるか。養分と、ムカつくから。え？養分とバトルするか。やめとくか。負けるから。無駄打ちせんとこ。やめるわ。どうせ負けるから。ね。しかもなんか書けないといけないじゃん。書けるもんないもん。髪の毛も、名前ピンクマンも変えられて、ボロボロなんだけど。なんかあとかけるもんあんの俺。なくない？ただの戦いになっちゃうじゃん。うん、違うの？なんかかけるのあるの？眉毛もないよね。これ中村くんじゃない。これ中村くんでしょ？これ小前くんでしょ？で、ピンクマンでしょ？バツさん。もうボロボロやん！何やねん、それ！もうプロポーカーとして頑張るわ、じゃあ。ボロボロすぎるわ！
負けっぱなしやんけ。そう、負けまくったよ。いや、ゲンには勝てると思った。もう5万ポイントくらいで、余裕やわーと思ってたんだけど、思ってのゲンがちょっとしつこくさ、来てたじゃん。で、ゲンのリスナーか、なんか俺なんちか知らんけど、爆投げしたでしょ。あいつもかつか、誰が投げたの？マジで。クソボケ。絶対勝ってたで。いらんやつ入ってきたな。ちょっと煽りすぎたな。その煽りの部分で弦かわいそうだってだけでやついるわ。クソボケ、ほんと。ムカつくわ。煽りすぎるよくないね、戦いの前に。クソボケが、ほんとに。感情刺激しちゃったそう。それで弦に勝たせてやろうと思ったやつがいるんだって。間違いなく。養分ってやれよ。だ、養分ってやったら負けるじゃん、俺。養分先生に誘うか。おい、ヨーブン。あったよ。パル弱えって態度にしてくれたな。ちょっとパルちゃんさ、本当に配信が前松平に負けんのはないよ。ヨーブン、勝負しようぜ。そんなこと言うんだったら。だって松平に勝てない人が俺に勝てるわけないじゃん。やろうぜ、ヨーブン。そのやってみないと分かんないだろ。いや、待って、ちょっと待って、松平に戻って、ヨーブン戻ってほしい。一回戻って。何今、石の方に俺の名前があった。石の方に何か書いてない。これ見て。それじゃないよね、ヨーブン。嘘だろ。それだろ、俺。ねえ、あ、違う。れさっきバレバレって見かけたんだけど、あれないな。ゴミ、あ、これか、これどれ。あ、じゃあ、それだ。ああ、英語がパルパルに見えたから。それ、どれ？それ、これじゃないの？いや、それだけど。ああ、ちょっとさ、パルちゃん。文字がある中でそれ選んだってことでしょ？ひどいよね。パルちゃん、ちょっと、配信やらないと、マジで飯食えなくなるよ。だから、ヨーブン、戦って、今。そんなこと言うんだったら。のね、はっきり言ってね、今このふわっちでパルちゃんよりバトル弱いやついないから。ヨーブン、じゃあだって逆に誰かに勝てる。今のヨーブンなら勝てるよ。今ひよってるヨーブン。やろうぜヨーブン、勝負してよ。いや、負けないんだって。え、いや負けないもん。だって15秒で勝てるんでしょ。だから15秒負けたらどうすんの。なんかかけるの？負けたらどうすんの。200キロ徒歩旅やるの。200キロ徒歩旅でできない。そんなリスクは負えないよ。リスクは、あのさ、200キロは無理だ。200キロどこなの。アメリカ行けってこと。アメリカ旅。200キロだからな。いや、ちょっと行くぐらいじゃないか、大阪から。ポーカー禁止とか、もしポーカーやってる噂が聞こえたら1ヶ月。あ、パルがイベント3位以内入るまで、あのポーカー禁止は。でもしやってるのがバレたら、あのコンビニの募金箱に30万入れてもらうわ。